やるか。やるよ、俺は。激しく。なぜ俺が、ここも結構楽しいよ、すごく。ここすごい楽しい。で、ロックマンってね、まあなんつうの、敵の、ボスの能力をコピーできるんだよ。で、こうやってまあカットマンの能力を使うことができるんだけども、まあこうやって、まあ進めていくと、いくことができて、おい。おい。やめろ。で、なんでカットマン、まあカットマンとガッツマン先にやったかっていうのは、まあそれはもうそのうちわかると思う。まあこうやってっか、じゃあまあカットマン、まあ多分大丈夫だろう。ででーででーでー。あれね、普通のノーマルショットじゃ、壊せないんだよね、今の。あ、出たよ、これ。懐かしいな。あー、これは、こうか。でー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 ん。すごい明るい曲だよね。あ、落ちた。やめろ、バグるな。これなんか来たはず。変な奴が来るよ、確か。ほら、ほら来た。ドアー、やめないか。恐ろしいことをしやがすのは、何の嫌がらせでまったく。ロックマン基本味方いねえもんな。味方ロボット的なのなんか、まあ、初代も、まあ、後々出てくるけどさ、いっぱいさ。出たよ、これ。どうなんだっけ。あ、上か。上、ん？そうそうそう。次ね、オッケーオッケー。でーん、でーん。え？おーい。でーん、ほい。なんでだし！なんでだし！ひどい！ひどいにも程がある。そんなのってちょっともう勘弁してよ、もう。俺なるべくサクサク言いたいんだから、俺もう。あんまね。あんまあれだよ、なんかそう、なんかね、うだうだしたくないから、俺は。どっちかすると。よし。オッケー。右は確か、そう、なんもなかったはず。あれ？あ、右じゃないとダメだった、むしろ。もう、やってくれたな。ほい。この野郎。俺に対する嫌がらせが激しいな、今日は。もう、やめてくれ！まあ、あの後。なんか、なんつうの、下まで下ろされて、下まで下ろされて、さらになんか変な、なんか電気飛ばしてくれ変な物体がいたじゃん。そいつにまた落とされて、もう結構下、結構落とされたと。もう、勘弁してほしいよ、ほんと。ペレッペ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 ーン。なんていうことでしょう。しかも、あ、ちなみに今のなんかこの、まあ、いいや。この下の青いやつあんじゃん、今のなんか。あれが、あの、武器エネルギーを回復するやつで、今俺がこれ、カットマンって使ったでしょ。で、これちょっと減ってくのよ。限りがあるの。限りがあるんだけど、まあ、それを、回復してくれるっての。使った分。これ落ちたら死ぬから。落ちたら死ぬよ、これ。マジ怖えな。で、ロックマン結構怖いよね、なんか。怖すぎにも程があるじゃん。どっちが正解だっけ、こっちか。いや、俺ちょっと左から行くわ。やめえ。これ嫌がらせは。とんでやらな、あったく。迷える子羊たちどもよ。あ、こっちが正解だな。よし、オッケー。俺はこれで一個なんだ。でーでーでー、ピロピロピー。これこれがあるから便利だな。これ多分来るよ。もう何もないとこっても来るもんね、ほら、こうやって。でも絶対来んだよ。相場が決まっておる。あ、でも待ち構えてる。変態だよね、多分。ここで、これです。ガッツマンです。ガッツマンこれ投げることができます。で、これ何するかっていうと、これね、まあいいや、ちょっと使ってみるわ、ちょっと。使えるところで使ってみよう。あー、これ微妙だな。ちょっと微妙だね。ありがとう、回復。どこで使うかな。まあ、多分そのうち使えるところ出てくると思う。やめて！うーわ、マジか！これ待たないとダメだな。やっぱね、急いじゃダメなんだね。人生急いじゃダメだよ、なんか。そう簡単には。ああ、お疲れ様です。なんか降りてった。人生に疲れた人たちが。まあ、そういうこともあるよ。生きてれば。でるでー。ここら辺かな。あ、ここ多分ね、なんか。そう、こういうとこで、ほい。足場が作れまーす。もうこれ超便利だよね、これ。これすっげえ便利。もうこれは俺永久的に使っていくことにしよう。さあ、何が来る？うわ、来たー。ちょっと待って、これ大丈夫かな。おぶねえ、避けれた。よかったー。強いからな、あいつな。
よし。これなんかテレビ出てきたっけ？全然覚えてねえ。エレキマンは俺の中であの、まあ、初代ロックマンにおける俺的な結構いいなんかライバル的存在として結構、俺は割と好きだったりする。きついね。ちょっと地味にやめてほしいね、こういうの。やめろ。この、来るよ、そろそろ。来た！デュ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 。これ強えんだよ、こいつ。これ超強いの、こいつ。こいつはね、これでね。はい。うおぉ！あっぶねぇ！こっちをめっちゃ食らったんだよ。でれでれ。エレキマン、だいぶちょっと手こずらされたな。だいぶやってくれましたね。あれ？ほい。オッケーオッケー。アイスマーン！まあ、多分こっちは、まあ、多少はサクサクいけるんじゃないかと俺は予想をしてるんだが、一応ちょっと順番的にはもう完璧な感じでいけてるから、ちょっと俺はね、まあ、分かんないけれども、意外とあれだな、こいつ結構一撃で粉砕できるな。懐かしいね、ここ超懐かしい、この曲いて、もうこのね、この曲の感じに、あのなんかね、もうアイスマンの生意気さが出てんだよ、このステージの凶悪さによって。このステージは普通にやったらかなり相当難しいと思う。俺もかなりね、昔ここもね、やった時に俺相当あれだよ。もうめちゃくちゃ手こずりまくったけど、相当手こずったよ。もうなんかな、多分30分わかんない。もっとやったかもしれないけど、まあ相当長いことやったよね。まあ俺はちょっと卑怯なで、あ、これ、ほい。オッケー、これで安全策は確保。はい。はい。もう最悪だな。もう最低だよ。もう分かってるよ。ちょっと俺がやってることはね、ちょっと今のはもうね、もうなんつうの、低評価押されてもおかしくないっていうから、ちょっとかなり卑怯な、あらって。ちょっと邪魔だこいつは。こらーなんだよもうこいつは、もう、もう。じゃあここは真面目にやろうか、じゃあ。一回だけやろう、真面目に。ダメだった。あれを今のところでうまく上に行けばいいんだけど、もういいや、あと一回だけ俺は真面目にやったから、もう十分だろ。最悪だな。ああ！マジか。やってしまわれた。もうやだこいつ。どんだけ俺は楽をするしてもいい。じゃあちょっと一回やってみるよ。一回だけやってみる。普通に。はい、無理ー。無理ー、サファリパーク。あ、これやばくね？これ何気にないよね、もう。まずいな。うっとうしいな、こいつ。じゃあちょっと節約でいくか。ちょっとその先をちょっと楽していきたいから、ね。オッケーね、こうやって行くんですよ。ちょっと待って、ここちょっと注意しようぜ。まずこれ乗ってこれで行こう。一回降りる。 ありがとう、補給ありがとう。よーし、やばい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 、待ってちょ、冷静に行こう、冷静に行こう、冷静になろう、ちょ、一回冷静になろう。危ない。ちょ、待って、どうすればいいこれ。待って、来ないで。危ねえ。ふっ！よかったー。これ怖え。怖すぎ。あ、いけた。ありがとう。なんかめっちゃドキドキするよね。もうドキドキする半端ねえよ。ドキドキの半端が半端ねえよ。なんだよ。何語だよ。またおめえか。エレキも倒せないの？おい、ダメか。結構あれだな。まあ、頑張ってやるしかないってことだな。でるるるるるる。これ、いい感とかあったっけ？ワンに。覚えてねえや。全然覚えてねえ。でるるるん、でるるるん。はい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 。さあさあ。さあ頑張ろっか。結構強いからね、こいつ。割と強いから、ちょっと、まあ、ちょっと頑張んなきゃ、ね。
おい。は？え？ん？わっ！なんだ今のは。なんだ今のは。死んだぞ。お互いに、愛し愛し合って、殺されたな。さあ頑張るか。二度目の挑戦。ここをどう避けるかだよな。ふん！よし、オッケー。この奴の配分を、覚えておくことは、やつのさっきの打ってきたやつを覚えておくことは結構後々に重要になってくる。もうほんと最後の方で重要になってくると思うから。次行きます。See you!